こんにちは、カオルミニだ。はい、ということでね、今回もご飯を食べに行きたいと思います。はい、で、今日は何を食べに行くかというと、すごい騒音が、去年の6月ぐらいかなに本酢チュクミっていうね、本でのチュクミのお店を紹介したんですけど、まあ、今回はね、他のお店のチュクミを紹介していきたいと思います。で、チュクミは私もね、好きな料理で、イイダコかなの、なんかあれ料理なんですけど、まあね、今日はね、それを食べに行きたいと思います。で、場所は、今回のお店はシンチョンです。で、シンチョンがイデと本殿の間のね、駅になるので、まあ、来るのも簡単だし、2号線だしって感じでね、ぜひ来てみてほしいと思います。で、出口がいつも2番出口とかから紹介するんですけど、今回は5番出口から、はい、出ていきたいと思います。それでは、行き方も紹介するので、行きます。ゴー。はい、じゃあこちらがね、シンチョンの5番出口になります。で、出てきたらそのままね、はい、こっち側にまっすぐ行きます。ペットショップがある、かわいい、見て、かわいい。はい、で、このかわいいペットショップを左に、右に曲がります。で、最初の交差点ですね、前に GS が見えるんですけど、この GS のどこ、待って、あった、はい、ここです。 GS の前のここ、チュクミブルースっていうところにね、今日は入っていきたいと思います。なんかすごいインカ、はい、じゃあこれがメニューになるんですけど、今ね、私が2時過ぎに来たので、ランチメニューとしてね、ちょっと安く食べれます。はい、ということで、今お店入ってきたんですけど、お店の作り的にはなんかすごいね、なんて言ったらいいの、こう居酒屋っぽい感じ、ま、2人前からだそうです。まあね、で、1人でも2人前頼めば食べれるらしいのでね、私は今2人前頼みました。まあ、どんだけ量が出てくるか分からんけど、まあ、いけるでしょうということで、はい、それではね、待ってみたいと思います。はい、とりあえずこんな感じで出てきます。これがコーンチーズ、もやしを入れました。あと、こっちにとびっこっていうかな、とびこと、あとエゴマの葉をくれます。で、これに包んで食べるんですけど、横に見て、コンアプタンっていう貝スープも横で食べれます。はい、これだね、はい、
それが本発端が食べれて、でここにはチーズコーン、あのなんだっけ、コーンとチーズで、こっちが卵焼きです。で、海苔とコチュジャンとニンニクと唐辛子です。じゃあこうやって食べていきたいと思います。あ、で、これが、2人前です、2人前、はい、いただきます。これ2人前だったら全然1人で全部いけそうなんだけど。いただきます。エゴマの葉にサムギョプサルとチュクミ、それからもやし、それとトビコ。じゃーん、いただきます。いただきたいと思います。ではいただきます。超久々チュクミ。プリプリなんだけど、ね、このチュクミが超プリプリ、あとこのね、もやしのシャキシャキ感とのコラボがやばい、マジで。で、コーンチーズ、うまっ、うまっ、うん。じゃあ、卵焼き、にゃん。うん、うまっ。汁が超効いてる、美味しい。しかもめっちゃふわふわ。本発端、あ、おいしい、おいしい。なんか大体これお酒のつまみみたいな感じで飲むんだけど、まあ、チュクミ自体なんかソジュと食べるもんだから、まあ、セット。全部全部美味しいんだけど、この卵焼きがめっちゃ美味しくて、なんかね、普通の卵焼きよりもなんかすごいトロトロってて、なんか緩くてめっちゃ美味しいの。ちょっと見えるかな、このなんか、この何、わかるかな、見えるかな、いや、この真ん中プリンみたいなのわかる、ここここ、うん、これめっちゃ美味しいから、超柔らかいプリン、ちょっと濃いの、これめっちゃ美味しい。で、前紹介した本州チュクミってところは味がなんか3段階だかに分かれてて、なんか選べるんだけど、辛くないのにしてもかなり辛かったっていう声がね多かったんですけど、ここは別に味の辛さの選択なくて、味もすっごい激辛ってわけじゃないです。ちょっと熱いのもあったりするから辛いって感じるかもしれないけど、まあ、後に引く辛さはないかな。この時食べて辛いなぐらいで、まあ、すぐ消えるみたいな。なんか辛いものがある程度食べれる人だったらここ全然大丈夫だと思います。
けど、何よりこの粒々が美味しい。でも微妙にこのフォーマップが入ってるあのこの枠のところにスプーンがねうまく入っていかなくてちょっと食べづらい。多分ね、本来このままこう混ぜたりとかして食べるんだと思うんですけど、私はここでこの残ったトビコを、かけて食べたいと思います。こんな感じで食べていきたいと思います。いただきます。まだお焦げができてないけど美味しい。はい、ということでね、全部食べ終わりました。ごちそうさまでした。ね、辛さは動画の最初の方でも言ってたんですけど、前紹介したチュクミよりは全然辛くなかったです。なので、辛いものが食べれる人だったら来ても、食べれるかなって感じ。辛ラーメンとかよりももう全然辛い感じで、私が感動したのはチュクミもね、本当に美味しかったの。チュクミも美味しかったし、そのエゴマの葉の上にこの何とびっこ乗せて食べるのも本当に美味しかったし、フォンハプタンも久しぶりに食べて美味しかったし、本当に良かったんだけど、本当に一番感動したのは卵焼き、縁にあったやつ。もうね、なんか普通の卵焼きだったらさ、ずっとこうなんか鉄板が熱かったら中まで完全にこう煮えちゃってっていうか、こう火が通って固くなるはずなんだけど、時間がいくら経ってもね、中がもうプリンみたいにプルプルなの。でもすごい美味しかった、これが。男の子2人で来たらちょっと量は少ないかもしれないけど、女の子旅行だったら全然ありかなって思います。で、ちょっとね、私みたいにちょっとだけ普通の人より本当にちょっとだけ食べれる人は2人分頼んでも全然食べきれる量です。はい、ということで今回は新町のチュクミのお店でした。お昼に来ればコスパ良しです。はい、では今回の動画をよく経ちましたら高評価とチャンネル登録お願いします。それからコメントも全て読んでおりますので、コメントもよろしくお願いします。概要欄にもね、いろいろ、前回のチュクミの動画とか、あと新町の美味しいお店とか、URL 貼っておきますので、概要欄のチェックもぜひよろしくお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지. 終わり!